平野の仕様と高橋山のダンス動画が話題に、ファンの感情に変化が現れ、キンプリの分裂が痛みます。10月15日、滝沢秀明氏の新会社とべ、トベが、オフィシャル YouTube チャンネルで緊急性配信を行い、元キングプリンス、以下、キンプリ、で、9月末に旧ジャニーズ事務所を退所したばかりの岸優太が合流したことを発表。 平野紫耀、神宮寺勇太とともに、ナンバーアイ、ナンバーアイ、としてグループ活動を展開するという。キンプリは現在、長瀬角と高橋山のドで活動を継続しているが、ナンバーアイ、結成により、元メンバー5人は事実上分裂したことになり、ファンからは悲痛な叫びが上がる中、 平野と高橋がそれぞれアップしたダンス動画が注目を集めているという。ティアラによるナンバー I への不平不満。今年5月22日をもって金プリを脱退した平野、神宮寺、騎士。平野と神宮寺はそのまま旧ジャニーズ事務所を離れ、騎士も9月末で退場となった。昨年11月3人が脱退退場を発表した。 再ファンクラブ会員向けの動画で平野さんと岸さんはその理由に海外進出を挙げ一方で神宮寺さんはメンバーがこの先一人でも退場するという話が出た時に自分も退場させていただくということを本当に勝手ながら自分の中で決めていましたと語っていました。当時は3人それぞれがソロとして再スタートを切ると思われていましたが、結局、 飛べで新グループを結成したとあって、ショックを受けたファンは少なからずいた様子。緊急性配信で、平野さんと岸さんは、特に海外進出の展望を語っていませんでしたし、そもそも神宮寺さんは当初明かしていただった愛対理由と矛盾する行動をとっている。一人でも抜けたら金プリをやめると言っていたのに、結局、長瀬さんと高橋さんがいない新グループを作り、 活動を始めたわけですから、ファンは納得いっていないでしょうね。芸能記者。実際、X 上では、5人の金プリを応援していたファンから、ナンバー、I の3人に対し、 考えれば考えるほど三人のことがよくわかんなくてもう考えてもキリがないし許せない五人でできなくて三人でできることって何金プリを簡単に捨てれるような人もう二度と信用できない突然脱退宣言したと思ったら飛べに介入して三人で活動していきますって理解できない普通に失礼不義理恩をあだで返しすぎといった怒りの声が紛失している状況だ 三人の脱退退場をめぐっては過去に藤島ジュリー稽古前社長が五人を分裂させたという言説がファンの間で広まっていたものの単純にメンバー間で方向性の違いが正直こうなっただけに見えます。 しかし、ナンバーアイ、結成発表の2日前高橋さんが自身のインスタグラムにアップしたダンス動画を見たファンからは彼と少なくとも平野さんは表現したいものの方向性が合致していたのではないかという声が上がるようになったんです前。 こと次元にうまい平野仕様ダンス高橋が10月13日に公開したのは米国人ラッパー NLE チョパエの It's Getting Hot に合わせてダンサーケイタシートのコラボダンスを披露する動画。平野もまた9月25日、金プリ時代の楽曲、一番月読みの振り付けを担当していたダンサーリンハタシーオとパフダディザファミリーフィートゾーアイドラズ。 フレンチモンタナへのプロウェイチエックをバックにコラボダンスを行う映像をインスタで公開したが、高橋さんの動画はそれと非常に似た雰囲気の仕上がりになっていた。前どうそうだ。二人のコラボダンスである、天動画の冒頭で曲名に続き二人の名前がテロップ表示される、テンヒッツホッツチューンで踊っている点は完全に一緒ですし、ファッションやダンスの感じもよく似ています。 そもそもケイタ氏は、リーハタ氏プロデュースの、リーハタ東京、ハタボーイ、所属で、いわば彼女のマナで氏。それも、そう待って、平野さんと高橋さんの動画が、見る者に、そっくりすぎるという印象を与えるのでしょう。エンタメ式者。確かに、これを見ると、平野と高橋がダンスで表現したい世界観は、合致していると感じざるを得ない。 二人はキンプリ時代他のメンバーに比べて圧倒的に踊れるアイドルでした。平野さんは小学生の頃からダンスを習い始め、弟と一緒にそのスキルを磨いてきました。キンプリはキラキラ王子様路線のアイドルだったため、当初、彼のダンス技術はファン以外にはあまり知られていなかったものの、一番でこれまでのイメージを破る高難易度のダンスにチャレンジ。 続く、月読みのダンスも、金プリ史上最高難度と言われましたが、平野さんはこれを完璧に踊り、大絶賛されました。TRF のメンバーサムさんが、自身の X に、金プリダンスやバイナ、特に平野使用、と投稿したこともあったほどです。一方の高橋は、小学校入学前からダンスに親しみ、数々の大会で優勝。 その後、スートキングズのポーへの下でダンスを学び、旧ジャニーズ入所前に、スマップのドーム公演のバックダンサーを務めたこともあったという。一番、月読みのダンスも平野同様、こと次元に上手いと多くの人を驚愕させた、前道、そうだ。共にダンスを武器に、表現したい方向性もあっている平野さんと高橋さんが他元を分かつことになったのは非常に残念。 しかし、ダンス以外のところで、やはり表現したいもの、目指したいものが異なったため、別々の道を歩むことにした。ということなのでしょう。前どう。い平野と高橋がコラボダンスをしているところ見てみたいものだが、現在、ンプリ分裂に心を痛めるファンは、やはり複雑な心境になってしまうのだろうか。